日本悲願の純国産戦闘機開発ですが、日英伊の3国で開発が決定しています。2024年度時期、戦闘機開発費が730億円に閣議決定され、次期戦闘機開発が加速していきます。今回は、2024年度730億円の開発費で、パーツ群の開発は進むのか、詳しく見ていきます。F3 戦闘機はアメリカと共同開発し、F15 戦闘機や F2 戦闘機に、XF9 エンジンを投入していけば、今頃は出来上がっていたかもしれません。F35 プラス F2 に双発エンジン戦闘機、どこかの次期戦闘機開発案にありましたね。AI 無人機の方が早くできそうな気がするけどな。この2023年12月で、日本、イギリス、イタリアの3カ国が、新型戦闘機の共同開発を行うことを正式に認めてから早いもので1年が経過したが、その GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも、徐々に形が整いつつある。まずは、日本側の視点から見てみると、予算の点からは、この12月22日に閣議決定された2024年度の防衛予算の総額7兆9496億円の中に、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けに730億円が計上された。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラム向けの2024年度防衛予算の730億円は、夏場の時期の概算要求の時点から微増となったたが、中身的には大きく分けて3つの項目の合計額となっている。最も大きなシェアを占めるのは GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に向けたもので、その機体自体の基本設計や機関部の詳細設計等に640億円が充当されている。ついで、GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される有人戦闘機に随伴するための無人航空機に対して、そこに必要な人工知能等の技術研究に48億円の予算が投下されることが確認できる。さらに最後は GCAP グローバルコンバットエアプログラムを推し進める上で必要となる日本、イギリス、イタリアの3カ国にて開発機関を設けるための拠出金に42億円となっており、これらの総合計が730億円となる計算だ。こうした日本における予算上の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対する動きと呼応して、政治的には、日本、イギリス、イタリアの3カ国の各防衛大臣がこれに先立つ12月14日に、新たな動きを行った。これは、その日に、日本の木原防衛大臣、イギリスのシャップス国防大臣、イタリアのクロセット国防大臣が東京に集い、協議の上で GCAP グローバルコンバットエアプログラムの政府間機関の設立に関する条約を締結したことによる。今回の3カ国の防衛国防大臣による条約の締結によって、今後はその開発を一元的に管理する政府間機関が GIGO グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称されることが決まった。この GIGO グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションと呼称される政府間機関、各国の政府から公式な公表は行われていないが、イギリスに本部が設置させるとめされている。その上で GIGO グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションの初代の責任者には日本人が就任するとみられており、場所をイギリス、人を日本が抑える形が想定される。加えて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの推進には、各国から参画する軍需関連企業の共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーも設立されることが、その進め方として否定路線となっている。共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーの中核となるのは、参加各国を代表する防衛軍需企業だが、日本では三菱重工業者、イギリスでは BAE システムズ社、イタリアではレオナルド社がその筆頭に挙げられるだろう。また GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいても鍵となるであろう機関部の開発には、日本からは IHI 社、イギリスからはロールスロイス社、イタリアからはアビオ社が参画することが決まっている。さらに、
近年の航空機においてその性能を左右する大きな要素の一つ、電子機器類アビオニクス関連には、日本からは三菱電機社、イギリスからはレオナルド UK 社、イタリアからはレオナルド社とエレットロニカ社が名を連ねている。こうした多くの防衛軍需企業を束ねる共同企業体たる JV、ジョイントベンチャーは、こちらも本拠地はイギリスに置かれるとめされているが、その初代の代表にはイタリアからの起用が行われる方向だと報じられている。ここまでの流れを総括すれば、政府間機関たる GIGO、 グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーション、共同企業体たる JV、 ジョイントベンチャーともに本拠地はイギリスに置かれる。そしてそれらの組織を統括する人材としては、 GIGO、グローバルコンバットエアプログラムインターナショナルガバメントオーガニゼーションには日本人、 JV、 ジョイントベンチャーにはイタリア人が据えられる方向となっている。この流れを見ると、個人的にはやはり GCAP、 グローバルコンバットエアプログラムは実質的にはイギリスが主導する形に見え、日本とイタリアにも花を持たせる意味で、人事面で責任者の登用が起訴されているように感じられる。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの前身とも言うべき、イギリス、イタリア、スウェーデンで進められてきたテンペスト計画においても、イギリスの BAE システムズ社は主導的な立場にあり、その構図は大きくは変わらないと見るべきなのだろう。テンペスト計画は、いわゆる第6世代戦闘機の開発プロジェクトとしては、当時は世界で最も進んでいる計画の一つと目されている時期もあったが、昨今は思うような進捗が聞こえてきていなかったようにも感じられる。それでも、日本やイタリアが中心となって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進できるほどの技術力を保有しているとは言えず、イギリスに止まらず、世界的にも著名な BAE システムズ社のマネジメント力に期待するほかないのだろう。そもそも、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される予定の有人戦闘機について、日本では、アメリカと共同開発を行った F に、イギリスとイタリアは、ドイツ、スペインと共同開発を行ったユーロファイタータイフーンの代替を目指している。その代替時期が、日本とイギリスとで、2035年の実戦配備を目指すという点で、時期的に完全な一致を見たことが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進する大きな要素の一つとなったのは言うまでもない。日本の場合、現行の F2 を GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発させる予定の有人戦闘機で同数で代替すると仮定すると、およそ90機が最低必要数となるが、決して大量だと呼べる数量ではない。イギリスは各種のバージョンのユーロファイタータイフーンを合計で160機保有運用しており、同じくイタリアは96機となっているが、日本と同様に同数を調達すると3カ国の合計はおよそ350機ほどとめされる。ここまで考慮しても、第三国への輸出や今後の3カ国の増加を考慮しなければ、 GCAP、 グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機も決して大量生産が前提となっているとは言えないことは明白である。ちなみに、ヨーロッパ各国で一応の共同開発に成功したと評価して良いであろう、ユーロファイタータイフーン派、他のドイツやスペイン等のヨーロッパ以外に、一部の中東諸国にも導入され、総生産数は600機を超過する見込みとなっている。ここまで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の数量も確保が可能となれば、1機あたりの開発コストの大幅な低減が期待できると思われるが、現状では困難だと言わざるを得ないだろう。